どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、またリクエスト動画になるんですけど、また乾かし方をやってます。で、今日は何かと言ったら、やっぱりそのトップのボリューム感が出ないっていうのと、あと横がめっちゃ広がるっていう方が結構多いので、それの、簡単な直し方というか、スタイリングの方法を今日はやってます。いつも、やっぱその、まあ、夏場とかやったら汗かいてベタッとしやすいんですけど、これからの秋の季節、秋冬は結構トップにボリューム出しても結構持続するかなと思うので、もうドライヤーだけで結構スタイリングやっていく方法なので、ぜひ皆さん参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。洗った後は結構分け目がぴっちりなってる方が多いかなと思うので、これをなるべくジグザグに分け目を隠すように髪の毛をいろんな方向に動かしますね。で、ちょっと分け目がボケたら大丈夫です。で、そのままブラシだったりくしで毛先の方をしっかりと溶かします。こんな感じで隠れてたら大丈夫です。ドライヤーを使います。で、次に左右からドライヤーの風を当てていきます。まずはこちらからこっちに向かってドライヤーを当てていきます。次に逆からこっちに向かって乾かします。だいぶ分け目がなくなってるような感じになってます。サイドの部分も乾かしていきます。結構普通に乾かしたら横がこうボワッと広がってることがあると思うので、これを簡単に押さえていきます。ドライヤーを上からかけるんですけど、その際にちょっとここのボリュームを手で押さえながら乾かしていきます。だいぶ横のボリューム感が収まってる感じになってます。ダッカールを使います。これでもやっぱりトップってやっぱりボリュームが結構出にくいので、やっぱりその分け目を隠して乾かしててもちょっとやっぱ分かれてしまうと思うんですけど、その分け目の部分を少し取ります。だいたい 1-2cm 幅ぐらいですかね、を取って綺麗にちょっと溶かして、で、ダッカールで根元を止めていきます。スプレーを使います。で、止めたところにスプレーを根元に少しつけます。で、ドライヤーでもう一度軽く乾かします。で、このまま 2-3 分時間置いたらダッカールを外して髪の毛を下ろしていきます。で、ちょっとボリュームが出てると思うんで、その部分に最後もう一度スプレーをつけていきます。だいぶボリューム感が出て根元がふわっとしてる状態になってるかなと思います。はい、こんな感じでやってみました。結構本当に横とかもかなり手で押さえながらドライヤー乾かすだけでだいぶ収まるんですね。ブローとかしなくても。で、トップとかもやっぱり最初に溶かさなくて
ぐちゃぐちゃってしながら乾かすと、それだけでも結構なんていうんですかね、分け目も隠れて、でもそれだけじゃボリュームが出ないので、ダッカールだったりとかでしっかり止めて、ドライヤーだったりスプレーするだけで結構本当にふわっとなります。で、しっかりとスプレーとか振ってたら結構1日も持続するかなと思いますので、いつも悩んでた方ぜひ参考にしてみてください。この動画良かったらまた高評価ボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた、さよなら。